今日は人が変わる時の方法という話をします。3つあります。最も重要でないものから言いますけれど、3つ目はストラテジー、方法、ノウハウとかそういったものですね。例えばウェイトロスっていうのを考えてみますと、誰でも何をやったらいいかっていうのを知らない人はいないんですけれども、ほとんどの人がやらない。だからこれを知っているだけではできないっていうのが人間の特徴です。意志の力は弱いです。2つ目に重要なのはストーリーです。でそれぞれの人がストーリーを持っていて、だいたい私はこういう人間だからとか、人はこうだからとか、日本人はどうだからとか、そういったものが大体の特徴です。ルールがあります。で例えばウェイトをなんかどうしようとかって思っても、いや私はねずっと小さい時から太って生きてきたから、これ私の特徴だからみたいな風に言い訳とも言いますね。そういう風な頭の中でそういうストーリーがあると、そのストーリーによってコンディションされて実際にアクションを起こすこともなくなるので、そのストーリーが強化される。どういうことを考えていてもそれを強化するように逆にやってしまうっていうのがあります。で最も重要なのはでも体の状態、ステートです。ステートっていうのは、例えば何か新しいことをやろうと思った時にこういう状態ではできないわけです。やろうって思ったらもう元気な状態でやるぞやるぞやるぞよしっていう感じでもうやったら、その時に覚えたことっていうのは絶対に忘れないし、何をやってもできる。アントニオ猪木が言った、元気があれば何でもできる、イエーイ。